皆様お久しぶりです。萌えペロです。毎日サプリメントの青島萌えです。ご無沙汰しております。なぜかと言いますと、最近ちょっと忙しくて、私ね、いろんな活動を始めまして、いろいろと忙しくてですね、なかなか YouTube がアップできませんでした。そしてですね、お料理番組のワンダフルクッキングっていうのを今始めているので、ぜひ皆さん見てくださいねという宣伝なんですけど、皆さんに一つ報告があります。私ですね、眉毛にアートメイクを去年の秋ぐらいですかねにしたんですけど、それに追加で唇にアートメイクをしてきました。これもね、結構1ヶ月ぐらい、もう前になるんですけど、どうですかね。ちなみに今こんな感じで、いや分からんやろみたいな、こんな色塗ってたらと思うかもしれないんですけど、これ実は私今色付きのリップは塗ってなくて、なんとですね、これ透明のリップグロスだけなんですよ。透明のリップグロスだけでこの発色なんですよ。なので結果から言うと、めっちゃめちゃ満足してます。もう本当に今までいろんなね、ありとあらゆる手段を使ってきましたけども、今回のこのリップアートメイクがもしかしたらトップに入るんじゃないかなっていうぐらい満足度が高いです。なんでね、こんないろいろやってきた中でこのリップアートメイクが満足度が高いんじゃっていう話をしていきたいと思います。コンプレックスがありまして、すっごいね、面長な顔がコンプレックスなんですよ。これはね、ずっとなんですけど、面長なのがすごく嫌で、できるだけ顔を短く見せたいっていうことで人中短縮をやってます。人中短縮って言って、この口と鼻の間を短くするやつをやってるんですけど、それでもまだ長いっていう風にすごい自分で気にしてて、もうどうしようってなった時に、その唇のね、ヒアルロン酸唇フィラーもやってたんですけど、唇フィラーって日本だとちょっとしか入れてくれないので、もうね、秒で溶けるんですよ。本当に2週間後ぐらいには、あれ唇どこ行ったってぐらい溶けるんですね。だからもう本当にどうしようと思ってたんですけども、このリップアートメイクでちょっとオーバー気味にしてもらうことで、少しはね、まだ長いんですよ、私人中フルマラソンなんですけど、それでもかなりマシになりました。それとですね、もう今コロナでマスクしてるじゃないですか。マスクをしてても何かを水を飲んでも唇の色がなくならないんですよ。唇の色がなくなると一気に血色感がなくなって、なんか手抜き感っていうか、なんかね、あんま良くないじゃないですか。それがなくて、もうバツンとね、バツンと決まっているので、すっごくやって良かったです。でもまあマイナスな面といえば、普通にやれば高いと思います。ちょっとね、私はあれなんですけど、多分正規の値段でやると20万ぐらいかかるんじゃないかなと思います。あと個人的には眉毛のアートメイクよりも全然痛かったです。これはね、私はありとあらゆることをやってきましたけど、トップレベルに入るぐらい痛かったです。まあ1位は間違いなく脂肪吸引なんですけど、めちゃめちゃ痛いです。でもですね、これはまあ1個原因があって、私麻酔がすごい効きにくい体質なんですよ。お酒をね、めちゃめちゃ浴びるように飲んでたのもありまして、なんかね、麻酔が効きにくい体質なので、塗る麻酔をするんですけど、塗っても塗っても全然痛かったです。だから麻酔が効く人はあまり私ほど痛みを感じずに済むのかもしれません。で、直後の画像がこちらで、もうね、そらジローですかって感じのぐらいに唇がボンと腫れるんですけど、それもまたね、痛い、何、すっごい傷口じゃないですか、言ったらタトゥーの跡って。こう笑うだけでもすんごいね、皮が張って痛いので、3日ぐらいは真っ赤だし、皮が常にベロベロ向けてるし、突っ張る感じがしてすごく痛かったです。でもその3日を乗り越えれば、皮が向けてしまえば、もうね、常に赤い唇が手に入りますので、ぜひ皆さんにおすすめしたいなと思います。人中短縮をしてもまだまだ長いので、まあ最終的にはね、ルフォをするか、もう一回リップリフトするかって感じなんですけど、もうこの唇アートメイクはめっちゃ痛かったけど、
絶対またやると思います。アートメイクって一定期間経つと消えてしまうので、普通のタトゥーと違って、まあ一定期間経つと消えてしまうので、また痛かったけど絶対やると思います。そんな感じでですね、私のアートメイク、リップのアートメイクをやったよっていう話でした。リップリフト自体のこともまた別で動画にできればいいなと思います。まあリップリフトをやったのがもう1年ぐらい前なので、もう記憶が薄れてるんですけど、まあとりあえずね、とにかく痛いけどとにかくやってよかったです。常に唇の色があるっていうのはめちゃめちゃ楽なんだなって実感しました。ということで今日はリップリフトをしたお話でした。また次は何の話をするかわからないですけど、チャンネル登録をしてぜひまた別の動画も見てください。ということでありがとうございます。毎日サプリメントのもえぺろでした。バイバイよりー。